プールのキックオフです。サイドへ展開します。ここはサポートがあります。ロベルト・フィルミーノ、シャチリには圧倒的な攻撃力があります。まだまだ分かりません。見事にかましていく、見せてくれますね。ロベルト・フィルミーノ、前に押し出します。アルカンタラ、吸い込まれた。これはもうあそこを抜けたというところで勝負あったのではないでしょうか。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。サポートが寄ってきた。ネイマールが絡んでいきます。チアゴのパスはカットされました。マルコ・ベラッティ、ネイマー、キックオフ。まずは追いつきたいでしょう、リバプール。サポートに来ます。 PK です。ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。見事なゴール、落ち着いた PK でした。
シング、これは惜しい。コーナーからチャンスを演出しました。相手のキーパーも一瞬ヒヤッとしたでしょうね。ジョエル・マティプ、ディオゴ・ジョッタ、パスをカットされたのはチアゴ。試合終了のホイッスルが吹かれました。試合が終了しましたが、今日の結果をどうお感じになりましたでしょうか。内容から見ても妥当な結果に。残りは45分、リバプールのキックオフです。いい読みでした。キミヒ、ミュラー、レバンドフスキー、サイドへパスを出します。アルカンタ、ヘオルヒニオ、ワイナルドゥム、ロベルト・フィルミーノ、強い当たりだ。キミヒ、レオン・ゴレツカ、相手ボールになります。トレント・アレクサンダー・アーノルド、ボールはサイドの選手へ。アルカンタラ、ディオゴ・ジョッタ、ロベルト・フィルミーノ、狙う。このボールはしっかりキャッチ。ヘオルヒニオ・ワイナルドゥム、ロベルト・フィルミーノ、ジェルダン・シャチリ、ロベルト・フィルミーノ、アルカンタラ、チアゴ、キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。このボールはクリア。ディオゴ・ジョッタ、ジョーダン・ヘンダーソン、ジェルダン・シャチリ、当然狙う。同点のチャンスでしたが、惜しくも入りません。狙いは良かったと思います。追いつくためにはこういうプレーを続けるべきですね。コーナーキックはキーパーが簡単に抑えました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。主審がフリーキックを与えます。ボールは相手に渡りました。チアゴのパスがカットされました。レロイ・サネ、ボールが出ました。コントロールを誤ったようです。2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ティアゴ・アルカンタラ、ディオゴ・ジョッタ、差となりました。さっきから監督もせわしなく選手に指示を飛ばしていますね。
終盤ですが、まだ結果は分かりませんよ。キミヒ、タイムアップ、ゲーム終了です。今日のゲームは敗戦という結果になりました。厳しい試合になりましたね、福西さん。そうですね。